tiktok で話題。熊門の衝撃ダンスパフォーマンスゴート w i h m u s i c での熊門とナンバーアンダーライン I の魔法コラボが SNS で爆発した理由。2024年6月1日、熊本県の象徴である熊門が新たな挑戦をする場に立ちました。その挑戦の舞台は、音楽とダンスの世界、ハッシュタグ w i h m u s i c と名付けられたイベントであり。 ここでモンは人気アイドルグループナンバーアンダーラインアイと共演することとなりました。このニュースは瞬く間に SNS を駆け巡り、特に TikTok ではモンのダンス動画が一気にトレンド入りしました。モンのダンスは単なるエンターテインメントにとどまらず、ファンに新しい感動を届けると同時に、音楽とダンスが持つ強力な結束力を改めて証明するものでした。モンとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは、 まるで運命のような出会いでした。熊門は熊本県の PR キャラクターとして、その愛らしい外見とユーモラスな動きで多くのファンを魅了してきましたが、今回はそれ以上のものが求められました。ナンバーアンダーライン愛は若者に絶大な人気を誇るアイドルグループであり、彼らの代表曲、ゴートに合わせて踊るという挑戦は、熊門にとっても新たな試みでした。熊門の動きは、 その愛らしさとコミカルな要素を保ちながらも、プロフェッショナルなダンススキルを見せるもので、視聴者にとって驚きと感動の瞬間となりました。SNS 上での反響は凄まじいものでした。TikTok や Twitter では、モンのダンス動画が瞬く間に広まり、多くのコメントやリアクションが寄せられました。モンが階段を降りながら見せたダンスパフォーマンスは、視聴者に大きなインパクトを与えました。 視聴者の中には、クマモンがゴートを踊ってくれるなんて信じられないありがとう、クマモンや、階段を降りるシーン、感動しました。クマモンすごい、といった声が多数寄せられました。このような反応からもわかるように、クマモンのダンスは多くの人々に感動と驚きを与えました。このコラボレーションは単なるエンターテインメントにとどまりません。それは、 異なる背景を持つ二つの存在が一つの目標に向かって協力し合う姿を象徴しています。熊門は熊本県の PR キャラクターとして地域の魅力を発信し続けていますが、ナンバーアンダーライン愛は音楽とダンスを通じて若者に影響を与え続けています。この二つが融合することで新たなシナジーが生まれ、より多くの人々に感動を届けることができたのです。また、 ダンスという表現形式は言葉を超えて人々をつなげる力を持っています。熊本とナンバーアンダーライン愛の共演は異なる文化や背景を持つ人々が一つの目標に向かって協力し合うことの重要性を示しています。この共演は今後のさらなる展開にも期待を抱かせます。熊とナンバーアンダーライン愛が共演するハッシュタグウィズエム USIC イベントは 多くのファンにとって待ち望まれています。このイベントを通じて、さらに多くの人々に感動と喜びを届けることができるでしょう。また、モンのダンススキルが話題となったことで、今後他のアーティストとのコラボレーションも期待されます。例えば、イリットのマグネティックを踊るモンの姿を見たいという声も多く寄せられています。これにより、モンの活動の幅が広がり、 さらなる人気を博すことが予想されます。このコラボレーションが示すもう一つの重要な点は、エンターテインメントが持つ社会的な役割です。熊本とナンバーアンダーライン愛の共演は、異なる世代や文化を結びつける力を持っています。音楽とダンスは、言葉や国境を越えて人々をつなげるユニバーサルな言語です。このような共演を通じて、地域や文化の壁を越えた交流が促進されることは、 社会全体にとって大きな意義があります。また、今回の共演は地域の活性化にも寄与しています。熊ンが PR キャラクターとして活躍する熊本県にとって、このような話題性のあるイベントは地域の魅力を全国に発信する絶好の機会です。特に SN、SNS を通じて瞬時に情報が広まる現代社会では、このようなインパクトのあるイベントが地域の認知度を高め、 観光客誘致にもつながる可能性があります。熊本の美しい自然や美味しい食べ物、そして温かい人々の魅力が、熊本を通じてさらに広まることを期待しています。さらに、熊本のダンスは多くの人々に元気と勇気を与えるものでした。熊本のキャラクター自体が持つ明るさやユーモアは、見る人に笑顔を届けます。そして、その背後には、地域を応援し、 つながりを大切にするというメッセージが込められています。今回のダンスパフォーマンスを通じて、多くの人々がモンの活動に触れ、そのメッセージを受け取ることができました。今後も、モンとナンバーアンダーライン愛のように異なる背景を持つ存在が協力し合い、新たなシナジーを生み出すことが期待されます。特にエンターテインメントの世界では、このようなコラボレーションがますます重要になってくるでしょう。 異なる文化や世代が共演することで、新しいクリエイティブなアイデアや表現が生まれ、エンターテインメントの可能性が広がります。そして、それが社会全体に与える影響も大きなものとなるでしょう。また、ファンの皆さんにも大きな期待があります。モンとナンバーアンダーライン愛の共演を楽しんだ皆さんが、次に見たいコラボレーションは何ですか モンとどのアーティストが一緒にパフォーマンスをするのを見てみたいですか ?SNS やコメント欄で意見を共有することで次のコラボレーションのアイデアが生まれるかもしれません。皆さんの意見や感想が新たなエンターテインメントの可能性を広げる鍵となるのです。TikTok や Twitter などの SNS ではモンのダンス動画が瞬く間に広まりました。以下は SNS での反響の一部です。 熊門がゴートを踊ってくれたなんて信じられない。ありがとう、モン。階段を降りるシーン、感動しました。モンすごい。モンのダンス、キレがよくてびっくりした。プロフェッショナルみたい。これらのコメントからもわかるように、モンのダンスは多くの人々に感動と驚きを与えました。特に、体型的に動きが制限されるはずのモンが見せた軽やかな動きは、 多くのファンを魅了しました。熊ンとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションは単なるエンターテインメントにとどまりません。それは異なるバックグラウンドを持つ二つの存在が一つの目標に向かって協力し合う姿を象徴しています。熊ンは熊本県の PR キャラクターとして地域の魅力を発信し続けています。一方、ナンバーアンダーライン愛は音楽とダンスで若者を魅了し、 影響を与えています。この二つが融合することで、新たなシナジーが生まれ、より多くの人々に感動を与えることができたのです。また、ダンスという表現形式は、言葉を超えて人々をつなげる力を持っています。モンとナンバーアンダーライン愛の共演は、異なる文化や背景を持つ人々が一つの目標に向かって協力し合うことの重要性を示しています。最後に、 このコラボレーションを通じて改めて感じたことは音楽とダンスの持つ力です。熊本とナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは多くの人々に笑顔と感動を届けました。そしてその背後には地域や文化を超えたつながりの大切さがありました。これからも熊本とナンバーアンダーライン愛のような素晴らしいコラボレーションが続き多くの人々に感動を与え続けることを願っています。 この素晴らしい共演を目にした皆さん、次に見たい共演は何ですか熊ンとどのアーティストが一緒にパフォーマンスをするのを見てみたいですかぜひ、コメントで教えてください。皆さんの意見を楽しみにしています。